3、2、サンタッシュさんの虹色。さあ午後7時を回りました。回ってるのよね。回ってるのね。回ってます。 Now 7pm OK ですね。3によれば文字の知恵、3度目の正直、うん、目標は3回戦突破、何がですよ、何かとご縁のある33と6の数比の3人が天の魅力と3との情報を発信していく座談会元へ井戸端番組です。30分お付き合いいただければ嬉しいです、ということで始まりました。始まったのよ。始まったか、立ってもたやか。始まりました。Okay. はい、ケイちゃんのインスタライブも見てる。あ、ライブじゃないか、インスタも見てね。インスタね、はい、はい、うん、ということで、初めましてなので、はい、ね、天崎で聞いていただいてね、天崎放送局でお聞きの皆様、ね、初めましたので、え、皆様に自己紹介から始めたいと思います。自己紹介いきなり、はい、ということで、出演順、レギュラー出演者さん、この方からいいんじゃないかな。ケイさん、そしてバミコさん、とみせさん、はい、この3人の順番でいきたいと思います。どの程度いきましょう。自己紹介です。自己紹介、はい、お名前と何してるかでもいいです。何してるかいいんですか。手短にね。はい、サンタさんの K でございます。JR 尼崎駅のすぐそばでデトックサロンアリビオというサロンを経営しております。サンタさんの経営として活動もしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ケイちゃんですね。はい、はい、そして続いてレギュラー出演者でからですね。はい、 Hello everyone. I am Mamiko is an English teacher. はい、私マミコはですね、英会話講師をしております。はい、 OK ですか？ OK です。 OK ですか？はい、よろしくマミちゃん。ということで、オートリーでございますね。そうです、オートリーです。天下太平でございますね、出世しまくっております。豊臣優生と申します。はじめまして、よろしくお願いします。旧芸名はアッキーなんで、アッキーあるし、はい、結局みんながアッキーって呼びます。そうなんですよ、ね、大丈夫です。ずっとアッキーです。アッキーです。お願いします、はい、さあ、ということで、もう自己紹介とっとと済みましたので、お題に入ります。あ、お題ですか、ね、お題、ね、私最近これ始めました。私これ、あ、一応ね、初めましてなんでね、初めまして、初めましてでございますからね。私最近これ始めました、なんか感じでね、思いついてもらって、はいはいはい、初めましてです。最近始めました、ね、お願いですから、サンタッサル虹色番組始めましただけは第3木曜日午後7時からやってます。天崎放送局でだけはお願いします。それだけは全員共通ね。お酒くださいね。そうですよ。ということで、できたら挙手願います。何でもいいです。私最近これ始めました。お題提供してるトヨタ店以外、あの、何が今日お題として出されるか皆さん知りません。ね、ぶっつけ本番です。ね、だからなんとなくバゾチックです。ね、はい。いいですか。できてないの？あれ？最近ね。最近これ始めました。あれ、私から？私からで行くの？どうすんの？仕事的なことでもいいんですね。あの、オブラートに包むなり包まないなりね、こういう名刺出す出さないもね、ご自身の判断ですよ。え、いいの？仕事の宣伝みたいな。私最近これ始めました。じゃあケイちゃんどうぞ。私、あの、まあ、仕事いろんなことやってるじゃないですか。かもしれないね。これからおいおいね、うん、おいおい、あのセラピストやったり占い師やったりやってるんですけど、その、また別の活動というかね、あの、始めたんですよ。まだ新しいことやってんの？マルチ。この数ヶ月の間に ね、宣伝みたいなことになってしまって。あ、どうぞどうぞ。あの、ね、お買い物同行の、ね、仕事をね。それ面白そう。何それ。もともと私アパレルの販売を長くやってたもんで、うん、あのセンスがいい同行っていうよりも、その人に似合うコーディネートをするのがすごい得意だし、好きなんですよ。で、あの、まあ、有料には なるんですけども、うんうん、あの、一般的なお買い物動向よりかはちょっと、あの、価格控えめに、うん、あの、設定しておりまして、うん、あの、プチプラファッションとかね、なんか安い価格のお店に、お客さんの、まあ、ご予算に合わせるから、うん、百貨店の人もいるし、うん、あの、その量販店とかのプチプラファッションっていうものもあるし、うん、
コーディネートはコーディネートやってあげて、はい、コーディネートすごい楽しいんですよ。ファッションっていうかファッションショッピングコンシェルジュみたいな感じかな。毎回ケイちゃんお衣装もねすごいもんね。あ、今日ドレスコード緑って言ったらちゃんと合わせてくれてはるって、ね、なぜかね緑です、ね、そうだからそういうね自分のスキル持ってるものをねこう全て出し尽くして出しましょう出し尽くしてそれがねマネーに変わるんやったら変わりましょう。お客様も喜んでくれるし、うん、お店の人もねすごい楽だと思うんですよ。接客しなくていいから、うん、ああ、まあ、丸投げしといたり、ね、そうです最後のキャッシャーだけやね。そうです、キャッシャーで使ってる、そんな活動も始めました。あらあ、ぴったしです、はい、お題1番私最近これ始めましたそうなんで、ぜひぜひ。すごいね、買い物動向や久しぶりに聞いた、その、なんかパーソナルスタイリストってやつですね。パーソナルスタイリスト、うんうん、あ、おしゃれに言うとね、おしゃれオツに言うとね、はい、じゃあ男性女性問わず、あ、問わず、年齢問わず、問わずでご予算をまず、うん、あとオケージョン問わずね、オケージョンも問わず、この間でしたら入学式があるんで、うんうんうん、入学式用のお洋服とそれをなんていうのコーディネートするというか、普段でも使えるようにっていうのを、それってママパパスタイルってこと？そう、まあまあ、その方はママで、ママやからね、オケージョンね、TPO だね、そうオケージョン、やりますな、よかったです良かったです、ね、始めました、はい、次に進めようとしてますけど、ね、私最近これ始めました、まみちゃんできたのかできてないのか、そうね、始めましたというか、まあまあ解釈は広く、始めさせられましたか、まあ、それはそうね、受け身ですね、そう、まあ、英会話講師なんですけど、普通にレッスンしてるんだけど、うん、発音に特化した、うん、発音講座をなぜか、カルチャースクールがあるんですけど、うん、そこでしてくださいみたいな、まあ、ことがあって、それを始めました。それは今までやってませんでしたってこと？その講座はね、はい、じゃあ発音矯正講座、ね、そういうの、そう、なんかね、すごい新鮮でしたね。あ、どういう人たちが来るのかなと思ってて、うん、みんなレベル高いんですよ、うん、英語のレベルは高いけど、うんうんうん、やっぱり発音がみたいな、かっこよく喋りたいとか、舌噛むとか、まあそうね、とか、なんだろう、やっぱりその自分が喋れないと聞けないっていうのもあるので、まあリスニングを強化したいのでとかっていうのがあって、みんな来られてたんですけどね、発音矯正講座始めました。だって日本語にない発音がやっぱり英語ってあるから、まあそれを、まあ、この違いとかね、はいはいはい、をやってたんですけどね。難しそう。でも難しくはない、楽しいです、楽しい、習得するというか、その技術が、あ、そうやね、生徒側はね、そうそうそう、うん、まあ、練習はね、それおいおい、日本人にはない使い方なのでって言って、ちょっとだから口の周り、うん、まあエクササイズにもなるし、はいはいはい、普段、まあ、日本語だと、まあ、ちっちゃく喋るのが、もうちょっとこう口をさらにね、練習だからこういう風に動かしてくださいみたいなんで、結構運動にはなる、口周りというか、なるほど、この辺のね、この辺の口周りをね、私最近これ始めましょう、うまいこと2人とも答えていただいたけど、ごめんなさいね、はい、オチですよ、オチになるんかな僕ね、運転、車の運転今ですか？うん、再開したんですよ、15年ぶりに。あんまり15年で具体的に数字言うのも どうかと思うんだけど、乗ってなかった、再開しました、ね、再開しましたよね。そうか、でもほぼほぼ久しぶりに運転始めました。じゃあペーパーだったみたいな。いや、超優秀な営業ドライバーやったんですけど、ずっとラジオばかり聞いてたね、スーパードライバーやったんですけど、だからその乗ってない間、空白期間があって、すぐ乗れたの？スロープを降りてからは大丈夫でした。駐車場がちょっとスロープになってるんで、うんうんうん、そこスーッと降りてからは、行動に入ってからはいつもの感じ、体は覚えてます、うんうんうん、スーパーとかの駐車場も難なくこなしたつもりです、つもりね、つもりね、でも一応隣いないとこを狙っていこうかなと思うけど、うんうんうん、心理的にね、まあまあでもなんとか雨の日もちゃんとワイパーも回せましたよ、回すに言うかな、ウインカーもちゃんとできましたよ、ナビもできました、はい、ということでごめんね、再開やね、でもまあ運転最近これ始めました、はい、運転、はい、ということで
いきます、はい、第2問いい感じです、はいね、でもこのままいい感じじゃなくても大丈夫です、はいはい、今年一番びっくりした話このまだ4月、ね、18日ですけどね、びっくりボンですね、びっくりボン話なんかいいじゃない、びっくりあるけどちょっとこれ言えないわ言えないの、オブラートを包むのか、オフレコで終わってからするのか、それは知りまへんけどな、ケイちゃんの脳内は僕たちには見えます、ね、それしかないな、別に私びっくりしないから、私でもケイちゃんの話を聞いてびっくりしたのあるよ、うん、あ、それでもいいよ、別にそれでよかった、ダブルレインボー、もうそれはお正月やん、あ、お正月やん、ダブルレインボー、でもそれ佐藤さん虹色の最初のロゴマーク、すごい感動、もうサプライズびっくりっていうか、うんうん、確かに私逆びっくりみたいな、逆びっくりみたいな、なんていうのかな、びっくりさせられた、確かにね、うんうん、それでいいですか、それでいいですか、じゃあ私それで2人共通それ、うん、俺どうしよう、まあ、俺言いたくなくなってきてんやっか、自分のこと、まあ、言うと、うん、その元旦の早朝に、うんうん、私があの、ね、神社にお参り行く道中に、うんうんうん、海岸の上、うん、海の上ね、水平線の見えるところで、うんうん、虹がかかったと、かかるのを一部始終私は見てましたと、生まれて初めて、かかるのからでしょ、そうそうそう、だって見てるとこ、そのライブ配信してたんじゃないの、出始めか、途中までしてた、もう興奮状態っていうか、まあ、びっくり、もちろんびっくりだし、感動ね、元旦からこれを見せてくれるんだ、宇宙はっていう、なんか、ね、そうやね、元旦から見せられたら私今年いいことありそうってなるよね、しかもこの元旦がすごく日がよくって、うんうん、あのあ、せい日が良かったからウキウキしてた、もともと超開運日やってね、うん、そうそうそう、うんうん、あの天社にしたかなって、そうそう、ラッキーだった、すごくラッキーで、でもお天気悪かったから、うん、残念だなとか思いながら行ってたら、そこにかかったって、あ、雨があるから虹が出るんだよね、そうしかもダブルでした、ダブルでね、まあ、だからサンタさんの虹色ってそっから来てるんだよね、そうそう、虹色はそっから、そうやな、うん、番組名になって繋がるという、そう、繋がる、なんかもう今年はもうなんていうの、虹推しでいくと、ね、虹推し虹のためにね、今第3木曜日ですね、うん、聞いてもらってるんですね、はい、サンタさんの虹色、虹じゃないけどね、7時ですけどね、で、数比33のテーマカラーはレインボーカラーなんです、はい、そうなん、レインボーカラーな、まあ、数比の話はまたおいおい、そうですね、おいおいですね、まあ、来月か再来月か知りませんけどね、数比ね、そうそうそう、サンタさんは33から来てるからね、うん、そうそうそう、俺ごめんパス、もうこれ以上ないってこと、あ、びっくり、びっくり、オフレコでやるわ、ちょっと公共の電波で流したくないことが話した、パスありやからね、パスありだからね、さっきパスしてたんだよね、そうなんだ、あ、ちなみにこの番組は、うん、マミコ&アッキー RJ's World、M&A's プログラムを継承しておりまして、うん、実は第102回の放送も本当は兼ねております。そうか、そうか、そうか、そうか。引き続き、102回、今日102回なんですよ。本来ね。が、サンタさんの虹色がもう引き継いでくれてるという、はい。第1回目です。第1回と102がこう、同時進行しております。またアーカイブをお聞きください。なんだっけ。はい、リクエスト曲が かかったらまたね、うん、その時に説明しようかなと思ったんですけど、うん、はい、あの突然かかってきたらあかんので説明だけしておきますと、あ、はい、実はあの今日のリクエスト曲、あのトヨタミュージシャンさんからなんですが、うん、キラリという曲なんですが、僕が初めて、あなたとキラリという番組を、まあ午後、木曜日の午後7時半から配信してたのね、初めてのラジオ番組、でそこの主題歌キラリという、フラットさんの歌をキラリという曲がいずれ書かれる、あのスタッフさんに任せてあるんでね、かかる予定です、うん、はい、でそれを踏まえて、うん、あの木曜日にね、うん、今回サンタさんの虹色はね放送させていただいてるのよ、だから僕のわがままが通ったっていうね、曜日だけですけどね、木曜日といえばラジオの日っていうね、うん、僕の中であったんでごめんね、うん、2人にはケイちゃんとマミちゃんには付き合ってもらってますがね、はい、はい、それを踏まえて第3問いきますか、それともそろそろ宣伝しとかなあかんのちゃいますか、キラリなんて、キラリっていう曲がね、いずれかかります、また、はい、あの出囃子のようにかかってきたら言いますけどね、はい、かかることだけは言っとかなきゃ、あ、そうか、言っとかなきゃ、あとアマロックは見たの、
天の湖、あのチラシすごい貼ってある。そうなんだよ、あの4月12日から兵庫県を先行なんだけど、4月19日、一応今日が4月18日をするなら明日からね、全国公開、ね、僕ら大阪の人間はね、でもね、明日からなんですか、あの、うん、兄はもう見たんですよ。なんで、どないして試写会行った、言ってて試写会では見れるみたい。そしてあのムービックさん、天野ね、ムービックさんもやってます、ね、うん、はい、だから天野人はもう見れますよ、うんうんうん、はい、な何があった、何かあった、終わった、あ、なるほどね、また収録の方もね、はい、配信の方も見てください。はい、ということで天ロック宣伝したようなしてないような、天ロックって天ヶ崎にね、あるなんていうの、なんかでもすごい評判いいみたいな、そうよ、鶴瓶さんとね、中条あやみさんが、あのロックだから、ロックとロックがかかってるんだよね。かかってるんだよね。どこやったっけね。天ヶ崎の、あの天ロックっていうのは水害から守られてる町、天ヶ崎で、その天ロックいうのはほんまにあるらしいよ。関門が。関門がね、うん、関門が。あるらしい。それでせき止めてるっていうかね。うん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 、あるらしいんだけど、まあ詳しいことは映画で見て。見て天ヶ崎を守る天ロックいうのがあるらしいですよ、ね。でもこの。この女優さんとかすごい好き、中条あやみ、あやみさんね、この前甲子園で始球式、江口さんね、江口典子さん、ね、鶴瓶さん、ね、女優さんで、うん、鶴瓶さんの息子さんも出てるよ、鶴瓶太郎くん、4月19日からね、全国で、全国はね、もうね、天ヶ崎の人は12日からからもう見てはる人も多々いらっしゃるかもしれません、はい、ということで、告知は他はいいですか、告知いけたら言っときますか、はい、言っていいですか、どうぞ、はい、曲が入ってくるかな、毎月第1、第2日曜日に開催しております阪急塚口駅、うんうん、徒歩5分のところのですね、レンタルスペースをお借りして、あのマルシェイベント、私がずっと2年半通い続けてる、うん、ずっと参加させていただいてるイベントです、うんうん、でだんだん拡大しましてですね、あの最初は固定曜日なかったんですけども、あのこの度第1日曜日に加えて、うん、第2日曜日も2週連続でマルシェが、はい、マルシェが開催されることになりました。はい、こちらでございます。5月5日からですね、曲入りました、左お聞きください。はい、じゃあちょっと3人は休憩です。探して君を見つめているだろう、キラリ輝く光、辛いこと悲しいこと全部忘れられるように、君がいるだからありのままでいれるんだ、ほらその手高く高く月にあげて、遠く霞んでゆく景色に、もう一度あの時見た君の笑顔。
はい、フラットさんの歌をキラリお聴きいただきました。ということでフラットさんっていうね、フラットさんっていうね、2人組、あ、2人組、うん、あのシャープとかフラットのフラット、ね、ああ、うん、そういうフラットのフラットのフラットです。はい、ということで曲の前に、あ、そう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 、そうね、ケイちゃんの告知が、はい、中途半端になってすいません。場所ね、はい、第1、第2、日曜日だっけ、深口癒しマルシェの告知、はい、どうぞ。深口癒しマルシェ、毎月第1、第2、日曜日連続で開催しております。うん、阪急塚口、南口、南側ですね、うん、尼崎北警察署のすぐ近くです。横田保育クリニックさん2階レンタルスペース、うん、ルリの風さんで開催です。はい、はい、じゃあ次、あ、ゴールデンウィークもやるってこと？イエスイエス、5月5日やるのにね、だってゴールデンウィーク中にやるの、ほぼほぼ子供の日もやるので、もうこの第1第2は開催です。うん、各種あのプチ講座なんかもやってますからね。うん、はい、じゃあ子供の日にやるということで第3問、はい、第3問、はい、子供の頃将来何になりたかった、多分これでラストかもしれないね。今日は4つ用意してたけど3つね。はい、どう、子供の頃将来何になりたかった？いまだに私これ言いまくって言いまくってるので、それがねもう叶ってるのか、まだ手に取りに行ってるのか分かりませんが、うんうん、まだ叶ってないけど、はい、ずっと憧れてるというか、うん、夢に持ってることがあります。な、今日はケイちゃんから言っとこうかな。子供の頃将来何になりたかった、うん、ケイちゃん、アイドル、アイドルな、せやない、歌うもんないような、なんかイベント会長に何やかや歌いに行ってるよね、年末もね、歌ってたよね、アイドル歌手とか、うん、まあタレントとかね、うん、まあサンタさんの虹色もね、ライバルは AKB48 何言うてんねん言われました。はい、増やしていきましょう、増やしていきましょう、頑張ってね、ラジオの世界では分かりませんからね。OK です。はい、じゃあキュッとまとめていただいたんで、子供の頃将来何になりたかった、マミちゃん、何になりたかったんだろう。でもね、小学校の高学年の時は英語の先生って言ってた。おお、あ、でもなら、うん、まあまあまあ叶った場所、その前か後かがわからないけど、うん、世界を旅する人。おお、まあ、その前どっちが先やったと思って、もう記憶曖昧です。そう、どっちだっけ。何やかんや海外は行ってはるもんね。パスポート持ってる。持ってるね。だから世界を旅したいから英語の先生になりたい。なんだ、どっちだろうね。まあまあ繋がってるもん、ね。紐付けされてるもんね。紐付けだったかな。まあほぼ外国人ってことです。ほぼ外国人。マレーシア人やねんね。あ、じゃあマレーシアの人と間違えられる。間違えられるよね。よく間違えられるね。OK です。子供の頃将来何になりたかった、はい、トミューセスさ、スポーツキャスター、スポーツ番組の MC って書いてるね。あ、僕卒業文集に書いてます。はい、まあまあね、番組司会ですからいいです。これも番組、スポーツ番組はもっとやってます。スポーツ、私もずっと卒業文集とか、なんかその将来の夢とか書くところはもうやっぱアイドル歌手とかすごい、そうな、書いてます。まあ、書いてる、いや書いてるはずやねんけど、まあ学校によるけどね。卒業文集また探してるだね。はい、まあワールドトラベラーって思っとこう。まあ、残り5分となりました。はい、できたらやろうから思ってた、一応お題だけ言うとく、3にまつわる話っていうのを賞を持っててね、あの今度逆で出しとくけど、どういうことかっていうと、3っていう数字がついて話してたら何でもええねんやって。で、僕いつもねポーズ取ってんねんけど、あのインスタライブが映ってみて、キラリ開運ポーズっていうのが必ず3本指やって、やってるね、俺ずっと3本指やんって、ね、サンタさんを両手でしてるやん、あ、じゃあこれそのままサンタさんも継承できるわ、本当はキラリ開運ポーズやったんですけど ね、シャイニーホーチューやったんですけどね。だから3にまつわる話、僕はキラリ開運ポーズをやってます、3本指でやってます、はいはい、3本指です、はい、3にまつわる話、時間許す範囲でよかったら、はい、いける人、はい、どうぞ、あ、私先日、このサロン開業して3周年を、おめでとう、3にまつわる話、はい、3はもともとラッキーナンバーみたいな感じでね、自分で持ってるので、はい、でそれもたまたま3周年でしたという話です。お見事でございます。はい、3にまつわりました。さあ、まみちゃんです。本当だね、3にまつわる話ね、私3色の色が好きなんですよ。赤、白、紺、赤、白、紺、赤、白、紺、トリコロール、はい、なんですが、フランス、いえ、イギリス、ユニオンジャックが好きなんです。3色の色が好きです。
いい色。俺個人情報やけどさ、私3人兄弟ですって言うかなって思ったよ。違った、色やったな。色まあまあよかったよかった、3色ね。もう一回3色言ってもらっていいですか、メモります。赤、白、紺。赤、白、紺ね、はい、レッド、ホワイト、ネイビー、ブルー。いいね、ユニオンチャック、マリンな感じで。そう、イギリス大好きなんですけど、残り3分で全ての問題を収まりました、はい、ということで、さっき言っておきます。この番組はめっちゃ女の人が喜ぶの会とかで最期の会の提供をお届けしました。スポンサー募集しております。炭火焼肉ヒデトラさんなんかスポンサーになってもらえたら嬉しいです。あ、言えました。もうあの全て私の言わなあかんことを言えてるんで、 そうあとね、2分50秒ほどはお二人に言いたいこと言ってもフリートーク、フリートーク任せます。いいですよ、何言うてもいいですよ、何それ、自由ですよ。私は言いましたね。どなりもできました。自分だけもうやり尽くした感もある。全部、お二人の協力とね、天崎放送局さんの協力でオープニングは今日これで無事果たしましたんでね、はい。なんかなかったですか、共有とかなかんかったことね。まあ、今後ね、おいおいね、けいちゃんのね、その数秘の話とかね、もう聞いて、なん33はどんな人や、なんでサンタスさん虹色、ね、そういう話もしてからからね、この番組がね、できたのかっていうのもね、おいおいね、それ数秘がまつわってるんで、うん、そうね。マミちゃんはゴッドクリーナーしに本当は来てんねん、収録ちゃうねんとかね。デトックスサロン、デトックスサロン、まあね、アリミオさんで収録しております。でもこのデトックスサロンっていうかデトックスがもう本当すごいんです。すごいんですね。私がすごいんじゃないんです、あの機械がすごい。でもなんかちょっと写真とかね見せれない、あの映像じゃないから何とももう口で表せないの、だけど、そう、このイベントでもね、いつも大人気でですね、イベントに行って体験してもらえるとね、そう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 、いいんだけどね、体験してまたサロンの方でも、あのやっぱイベント会場とサロンではね、同じ人でもちょっと出方とかが違ったりとか、ね、なんだっけ、けいちゃんのそのイベントデトックスサロン、アリビオ系でとかで検索したら出るのかな、って感じかな。そうです、デトックス天ヶ崎デトックス天ヶ崎でもいいの、ね、あの検索すると結構バーって出てくるみたいでですね、はい、サンタさんのね、誘拐状況もいろいろあるんですけどね、数比が33と6やないとあかんとかね、いっぱいいますね、私の周りは、ね、意外とよかったら仲間になりたい人はね、天ヶ崎のこの収録にね、これぐらいなくてもいけませんし、ね、まあいろいろありますね、まあ第1回ですから、おいおいね、これからまあでも今後ね、なんか誰かこうゲストさんみたいな感じとかね、そう、その数比って何っていう人も、あの、なんだろう、なんていうの、メッセージ、ね、ですね、ですね、で、あとリクエスト曲もお待ちしておりますね。リクエスト曲も、はい、お願いします。今日はキラリをかけさせていただきました。コメントとかでなんか質問とかできるんですか。なんかインスタの方にね、公式インスタありますから、あ、そうだね、はい、そちらにあるので、サンタスさんの虹色で、はい、インスタのアカウントがあるので、はい、お願いします、はい、ということで、お相手は、お相手は、K、あ、アリビオケイト、アリビオケイト、ナミコと、トヨトミユセイでした。それではまたお会いしましょう。Thank you for listening! See you next time! Thank you! Thank you! はい、インスタもチェックしてね。よろしくね。Please check it!